第二次世界大戦中に朝鮮半島から動員された旧朝鮮半島出身労働者5人と元女子勤労停身隊員ら5人がそれぞれ三菱重工業相手に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告し、韓国の最高裁判所、先週木曜日、いずれも三菱重工業の上告を棄却しました。 朝鮮半島出身労働者に1人当たりおよそ800万円、元定身隊員らに1人当たりおよそ1000万円からです、ね、およそ1500万円の賠償を命じ、三菱重工業の敗訴が確定しました。 韓国の最高裁が新日鉄住金に続いて、三菱重工業にも賠償を命じる判決を下しました。常年さん。はい。これ、まあ、日韓関係さらに冷え込むってことですね。そうですね。これ、えー、あの、ちゃんとあの、振り出しから言っとかなきゃいけないですけど、はい、1965年にすべて解決している問題で、はい、日本政府は、 韓国政府に対して個人賠償しましょうかと、1965年時点で言ったんですが、当時の、え高木正夫大統領、あ、間違えた、えパク・チョンヒー、はい。二本目、高木正夫さんですけれども、以前は僕大統領ですね。僕、僕大統領ですね。はい。に、えがですね、はい。えいや、それは困ると、はい。あの、政府の方でやりますから、はい。あの、一括してまとめてくださいということだったので、はい。え請求権協定にですね、個人の賠償権は、あの、もう消滅してますと、はい。いうことを何度も、はい。繰り返し書き込んで、1965年に終わった。 はい。 なので、えーえ、この朝鮮、朝鮮半島出身の労働者の方、えー、まあ強制されたと言ってるんですが、実は応募で言ったということなんですけれども、はい、この人たち訴えるなら、企業ではなくですね、はい、本来なら韓国政府を訴えるべきなんですよ。はい、ところが、この企業を訴えてですね、そして、この、まあ韓国の裁判所は、世論ばっかり見てね、はい、ちっともその、まあ法の執行を、えー、ちゃんとやらない裁判所なんですけれども、はい、まあこんな大衆迎合した判決を出していると。はい、でもこれは国際条約にも違反するし、はい で国がまあ結んだ約束ですから。 これ、国内法、当然、これ、もう準拠してもらわないと困るわけですよ。えー、で、話もついてる問題ですよね。はい、で、なぜこういう判決が出るのかと。はい、で、三権分立だからとかいうわけのわからないね、解説をしている日本のコメンテーターいるんですけど、えー、あなた方大丈夫かと。じゃあ、権分立だからということで、じゃあ、その、えー、どっかの国がですね、裁判所でめちゃくちゃな判決出しても、はい、条約全部無視していいのかと。はい、例えば、じゃあ、チャイナの裁判所が、えー、日本に対して関税は200%にするみたいな、あの判決を下せるのかみたいな問題ですよ。はい、あの国内 国内法であのむちゃくちゃなね、条約を無視したような国内法を決めて、ええまあ、例えば、○○人は皆殺しみたいな法律を国内で決めて、うんはい、でそれを裁判所が、えーね、フォローするような判決を出したりとかできるってことになっちゃいますよ、はい、あなた方が言ってる人権化とかいうのは、どこ行っちゃうのみたいな話ですよね。だからその法,法的な、まあ、法的なというか、その法律の枠組みというかね。はい あの国際法条約と、それからまあ憲法、法律の,、まあその関係性ですよね、えーえ、ここをしっかりと勉強し直した方がいいんじゃないかなと。はい 法学部の一年生の授業というか、ま、あの、学校の公民でやるような内容ですよ。はっきり言ってね。だって、ポツダム宣言も無効とかできちゃいますよ。そんなこと言ったら。ねそういうことでしょ。で、これ、ポツダム宣言無効って言ってるような判決ですよ。この、韓国がやってるのは。はい。めちゃくちゃですよね。で、しかも韓国はね、イランの制裁破りでね、なんか、あの、アメリカがね、今制裁制裁破りで、イランとなんか、あの、原油のバーター取引始めるとかいうニュースが今日出てました。一体こいつらどこ行くんだと。もう、世界中の国が韓国をね、冷ややかな目 で,見てるのではないいなかと思いますね、はい、ですから、その、韓国の最高裁が日本企業に相次いだあ、相次いで賠償を命じたことを受けて、まあ、政府はですね、日本政府は対抗措置の検討に入ってると。具体的な措置はどういうものかというと、まあ、これは、あの、ムンジェイン政権の対応を見極めた上で判断する方針とはいうものの、例えば、えー、中、えー、中間大使、韓国にいる日本大使の召喚、戻すか、えー、あと短期の滞在で来日する韓国人に認められているビザの免除措置の 凍結並びに廃止こういったものが議論され始めているということなんですね、はい、これは対抗措置がだから必要かどうかってことなんです、ね、いややらなきゃダメですよね。あそうですかで、えー、やっぱりそのあのー、仲良くした方がいいと思いますよ、はい、本来的にはね、えー、ただ韓国がですねあまりにも日本に対して、えー、まあその 憎悪おるような、あの民族的な憎悪おるような、平等教育をしてるわけですよね。子供たち。たちに対してね。で、彼らはその漢字を使わなくなってから、その歴史っていうものをちゃんとこう向き合うようなことをしなくなってしまって。で、その嘘の建国の歴史みたいなの教えてるわけですよ。まあ、はっきり言って、あの韓国はですね。日韓併合した後、まあ、七夕式に独立するわけですよ。アメリカの傀儡政権として。で、その時の大統領が李承晩というろくでもないやつで、国民を弾圧して、もう、あの、殺しまくった。 リショウバンラインというね、リショウバンラインもやったりとか、えー、最終党で虐殺したりとか、はい、公衆事件つってね、えーあの、韓国の軍隊が民間人に発砲するような、むちゃくちゃむどやってたやつがいて、はい、まあ本当、はずべき建国の歴史に向き合わないと。 で、その、日本と戦争して勝ったんだみたいな、なんかこう、むちゃくちゃな嘘の歴史をね、彼らは信じたいみたいなんですけど、彼らは日本国民として大東亜戦争戦ったわけでね、全然その、あの、言ってることは違うんですよ、その、熱動したい歴史とはね。で、今になってこういう戦いを始めてるわけですよ、この非合法な、しかももうヘイトスピーチも絡めてね。でも、先ほど常連さんおっしゃったみたいに、韓国の中でも、気づき始めてる人もいるいますけどね、同調圧力が強くて、なかなか表には出せないんですが、韓国国民全員がそのヘイトスピーチね、 信じてるかといいえばそうででなわけすよだって日本大好きじゃないですか、結構ね、ショッピングも来てるし、アニメ好きな人もいるし、実際にも日本に帰化しちゃうようなね、有名ですけど、奏者で本書いてるハンドル名、シンシアリーさんとかね、こういう方はもうなんか韓国にいると、もう本当、息が詰まるので、日本人になりましたみたいな人もいますし、外に出ちゃう人もね、そういう良心的な人がちゃんと息できるような環境にしなきゃいけない、これは民主主義の国なら当たり前なんですが、そういうですね口では言論の自由を言いつつ、空気で圧殺 して言わせないみたいなのがまあその韓国のですね、うん、国民をまああの苦しめているというふうに思いますねな、うん、まあこれは韓国時代の国益にならないので私は、はい、あのご忠告申し上げてるだけで、はい、いやもう本当にねあの日本に対するヘイトスピーチは今すぐやめてもらいたいですねはい、はい